見極めで検索。はい、皆さんこんにちは。こちら見極めライブ YouTube レッドステージとなっております。この時間はですね、 KDDI の小島様、デロイトトーマツコンサルティングの秋田様、そしてユニリーバジャパンの寒川様にお越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回のコンテンツはですね、各企業様の業界であったりとか、企業様の説明、そしてテーマセッションで、最後にですね、学生さんからの皆さんの質問にお答えいただく Q&A のお時間となっております。またこの単語を見たよっていうところが企業様に伝わるようにですね、必ずチャット欄の URL からですね、チェックインとアンケートのご回答ですね、こちら必ずお忘れなきをよろしくお願いいたします。そして今回はですね、企業の皆さんに聞きたい質問を学生の皆さんに投票をしてもらいたいというふうに思っております。今回のテーマはですね、未来の展望と新たなチャレンジというところで、質問の選択肢は A がですね、社風や働く環境についてどのような特徴がありますかというところですね。で、 B の質問がですね、働く上で大切にしている価値観や社内で浸透している理念はというところで、 A か B の質問をですね、どちらか選んで、アンケートでお答えをいただければと思っております。こちら学生の皆さんはですね、匿名で投票できますので、ぜひぜひどっち聞きたいかなというところでですね、ぜひ投票をお願いいたします。さて、投票をしている間にですね、企業様の説明に移っていければなというふうに思っておりますので、早速企業の皆様にバトンタッチができればというふうに思っております。まずは KDDI のですね、小島さんの方から会社説明よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はじめまして皆さん、 KDDI 株式会社で新卒採用担当しています小島と申します。本日よろしくお願いします。はい、でですね、会社説明する前に、せっかくなんで私の自己紹介させてください。改めまして、KDDI 新卒採用担当、小島純平と申します。私ですね、入社2022年の4月ということで、今年で2年目の社員でしたね。はい。で、初期配属から人事というところ配属されて、まあ、そこから新卒採用をずっと担当しているので、まあ、採用担当を始めて2年ぐらいになりますね。はい。で、こちらの左側の写真はですね、私、大学の時まで、ね、ずっと体育会の水泳部結構ガンガン練習してたって人で、最近もたまに週1ぐらいで趣味程度に泳いだりして、たまに試合も出てるっていうような状態で、まあ、楽しく社会人やってますよっていうところですね。はい。今日はですね、KDDI について会社説明をする中で、KDDI いろんなことやってますよ、意外な一面っていったところを皆様にお伝えできればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。まずはじめに、まあ、KDDI について、簡単に1枚のスライドにまとめさせていただきました。いわゆるサマリーみたいなものですね。はい。企業理念、規模、会社の特徴と書かせていただいておりますが、まあ、企業理念ですね、せっかくなので読み上げさせてください。全従業員の物心両面の幸せを追求すると同時に、お客様の期待を超える感動をお届けすることにより、豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献しますということで、こちら注目いただきたいところはですね、冒頭の部分になりますね。我々がもちろんですね、いろんなサービスを世の中に展開することはすごい大事なミッションではあるんですけど、まあ、それよりも先に従業員のことを大切にしなきゃいけないよねって言ったところがですね、この冒頭の部分に現れております。また、規模といったところでも営業利益1兆円以上といったところで、まあ、かなり大きな規模感で事業を展開している。さらに、拠点数、世界60都市、100拠点以上ということで、実はグローバルに事業も展開しているよといったところ、一つ大きなポイントじゃないかなと思っております。さらに会社の特徴として、皆様に身近なサービスを提供している。競争と競争、パートナーシップを通じていろんなサービスを、生み出していく。さらに人材ファースト企業への変革といったところが挙げられるかなと思います。はい。まあ、KDDI のちょっと歴史みたいなところ、源泉といったところですね、せっかくなので共有させていただくと、もともと KDDI ってどういうふうな成り立ちかっていうとですね、もともと通信の自由化といったところに何もないところから挑戦したのが始まりでした。2000年に3社合併によって誕生した企業で、そこから23年間、いろいろなパートナー企業との協業によってですね、23年連続で営業利益を伸ばし続けております。はい。そしてそんな KDDI が手掛けている事業領域、おそらく皆さん、イメージしやすいところで言うと、CM とかもやってる au とか UQ、ポボっていったようなスマートフォンとか携帯を売るような事業がメインなんじゃないかなって言ったところ、イメージあるかなと思うんですけど、そこももちろんあります。左下ですね。ただ、KDDI、本当にいろんなところにチャレンジしてるって言ったところで、まあ、空に注目していただくと、衛星通信やドローン、海には海底ケーブル、まあ、国内外問わず先進的なサービスって言ったところで、まあ、遠隔医療とか自動運転とか、さまざまな領域手掛けております。そんな KDDI ですね、なんでこんないろいろ手掛けてるかっていうとですね、それは我々が目指す2030年の社会に向けたビジョンっていうところがあるからですね。
そのビジョンを達成するために、我々今進めている事業戦略、サテライトグロース戦略と呼ばせていただいておりまして、どういう事業かっていうとですね、真ん中に 5G 通信をコアに置いて、その周りの5つの注力領域を、積極的に伸ばしていきましょうっていう事業戦略なんですね。その5つ、何かっていうとですね、DX、LX、金融、エネルギー、地域競争のこちらの5領域、ここをしっかり今後伸ばしていきましょうよっていったところがですね、我々 KDDI の事業戦略としてございます。はい。そしてそんな KDDI の事業、を伸ばすためですね、職種紹介といったところで大きく分けて技術系、業務系、大きく分けて2つあるんですけど、こちらはまず技術系領域になりますね。領域すべてで8つありまして、様々なスキルを活かせる環境がございます。通信インフラの整備からですね、新しい技術を活用した事業開発まで、一社で担うことができております。はい。そしてこちらは業務系の領域ということですね。業務系領域。もう全部で8つございます。通信なので、やっぱ技術っていう感覚あるかなと思うんですけど、実は業務系領域だけでも、一つの会社にいながら、これだけ多くの領域に関わることができる領域になっておりますね。はい。そして、働き方についてといったところで、まあ、ちょっと最後にですね、まあ、どういうふうな働き方してるかっていうと、まあ、先ほど冒頭でも申し上げた通り、人材ファースト企業への変革するために、まあ、3つのことを進めさせてもらいましたよといったところですね。新人事制度の浸透。KDDI 版ジョブ型人事制度によるプロ人材の育成、そして社員エンゲージメントの向上になりますね。もう我々、本当にすごくいい人事制度で働かせてもらってますよっていうところ、まあ、私が会社を紹介する側として言うのは当たり前なんですけど、まあ、実は他社さんからも評価をされておりましてですね、HR トランスフォーメーションオブザイヤー2022っていったところでですね、人材ファースト企業への変革をすごく頑張った企業へ、平たく言うと、すごく頑張った企業を表彰するよっていうところで、実はその年最優秀賞も受賞した人事制度になっております。じゃあ皆さんどういうメリット、学生の皆さんにどういうところがあるかっていうところですね。まあ、入社前のところになるかなと思います。左側ですね、配属領域の確約。我々、いわゆるですね、ジョブ型採用といったところをやっておりまして、初期配属領域を確約する採用コースがあったりします。また、ジョブ型で我々の給与決まっておりますので、評価、成果調整によって我々の給料決まってくるんですけど、それ学生も一緒じゃねっていうところでですね、学生の皆さんも貴重な経験をされている方、特別なスキルを持っている方については、そこは初任給上乗せした状態で入社してもらおうということで、一律初任給撤廃といったところも実施させていただいております。はい、それ以外にも様々な、自律的なキャリア形成を支援する制度がある企業、KDDI になっております。まあ、最後、メッセージとしては、まあ、KDDI なら想像できる社会を実現できる一緒に作ろうといったところですね。本当に KDDI 様々なところチャレンジできますよというところ、今後の、まあ、掛け合いとか、QA とかご紹介できればと思いますね。本日よろしくお願いします。はい、私からは以上ですね。はい、ありがとうございます。それではですね、AI というところでですね、ぜひ秋田さんから、小島さんに何かご質問だったり、ご感想いただければなと思いますが、いかがでしょうか。あ、はい。小島さん、お話ありがとうございます。ありがとうございます。人材ファーストというところ、すごくいい取り組みだなと思って、実際その表彰されてるっていうところも素晴らしいなと言ってたんですけども、ちょっとまず単純な質問で、技術系と業務系って、大きく2つ分かれてますって話でしたけど、大体どれぐらいの人数比率でやられてる感じなんですか？ありがとうございます。技術系領域と業務系領域、それぞれ取ってる人数、どのくらいの割合ですかっていうのご質問ですかね、意図としては。ありがとうございます。それで言うと、技術系の方がちょっと多いかなっていうようなイメージですね。毎年、今年どうですかっていうところは皆さんにお伝えすることはできないんですけど、大体技術6、業務4っていったところが毎年入ってきている印象ですね。はい。なるほど。ありがとうございます。そうしたときに、先ほど具体的な、何でしょう、ジョブのところで、いくつかその取り組みが書いてあったと思うんですけど、なんか社内副業ってキーワードがあって面白そうだなと思って見てたんですけど、はい。それって例えば具体的にどういうことをやってたりするんですありがとうございます。ご質問。多分、学生の皆さんも社内副業って聞きか？馴染みないと思って、副業っていわゆる、まあ、私が KDDI に勤めながら、例えばデロイトさんに副業するみたいな、違う会社で副業するっていうイメージだと思うんですけど、社内副業っていうのは、私が、小島という社員が人事、まあ私今採用担当している人事にいながら、営業の仕事を経験できますよっていうようなイメージです。具体的に割合で言うと、まあ、就業時間100%としたときの、そのうちの20%を副業先での業務に充てる。まあ、だから平日5日間あったら、そのうち1日は、
営業の仕事をちょっとやってみましょうっていうようなイメージですね。なるはい。ほど。そういっあ、た素制敵度でになっす。てます。先ほどその業務系とか技術系ってあった中でも、もしかすると、なんかちょっとこう技術的なことやってみたい、そういうこともあるってことそうですね。本当におっしゃる通り、やってみたいところに、移動するって結構リスクだと思うんですよね。行った先で合わんかったとか、やっぱりこっちの方が良かったみたいになった時、結構大変じゃないですか。これ多分社会人になってる人にしかわからない感覚だと思うんですけど、それをやっぱり社内副業っていうところで、まあ、言い方はあれですけど、片足突っ込んで体験してみる。で、それを踏まえて、じゃあ行ってみようってもう一歩踏み出すのか、あ、これ副業だけでもいいなって言って、それを続けるのかっていうようなところ、いろんな本当に経験をすることによって自分のキャリア形成をするって、すごくありかなっていう、私自身はすごい思ってます。ありがとうございます。よく理解できました。はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、続きまして、デロイトとトーマツコンサルティングの秋田様の方から、解説明の方よろしくお願いします。はい、承知しました。はい。ではですね、私も、まず、自己紹介の方から、少しお話しできればと思います。はい。改めまして、デロイトトーマツコンサルティングの秋田と申します。私はですね、現場で、実際にお客様に、業務対応しているコンサルタントでありまして、部署がですね、左側に TS&T っていうふうに書いてあるんですけども、テクノロジーストラテジートランスフォーメーションという、デジタルを活用した、企画構想であるとか、そういったところを、専門にやっている部署で、コンサルタントをやっております。で、少しだけ私のキャリアをお話しすると、もともと大学の時に、情報工学、IT を専攻してて、これから IT 来るなっていうところで、そこから入ってですね、最初は SIer と呼ばれるシステムインテグレーターの会社に入りまして、で、そこから、こう、より、なんでしょうね。その IT が手段ではなくて、もう少し根本的な課題解決から、やっていきたいなということで、コンサル業界で、中でも、デロイトというところを選んで、今、こちらで仕事をしているというような形です。で、そうですね。趣味、いくつか書いてますけども、だいぶ散らかっているような感じではあるんですが、一応私の中ではつながってまして、もともと料理がすごく好きでですね、今も、そうですね、土日の朝昼夜全部自分で作ってるみたいな、家族に作ってるって感じなんですけども、それで外でアウトドアで料理したいなってことでキャンプ行ったり、魚自分で釣って食べたいなってことで釣り行ったりみたいな、そんな形でいろいろ楽しんでます。はい。本日はよろしくお願いします。じゃあ、自己紹介これぐらいにしてですね、少し会社紹介の方に移っていきたいと思います。はい。我々デロイトトーマツコンサルティング、これが DTC と呼ばせていただきますけども、デロイトというブランドグローバルで展開しているブランドに、ネットワークに所属している、メンバーファームの一員という形でやっております。で、グローバルだと、それこそ全世界に45万人のネットワークがあって、で、そのうち日本ですね。日本だけに特化すると、右側の緑のところですね、にあって、この日本だけでも結構多くのグループ会社があります。監査法人トーマツとか聞いたことあるかと思うんですけど、監査保証の会社で、そこと連携もしながら、我々はコンサルティング業務をやっているというような形になります。で、コンサルティングってそもそも何ぞやっていうところですけども、一言で言えばクライアントの課題解決をするお仕事です。で、もちろん多種多様な課題が企業様にありますので、それらに対していろいろな専門知識、知見を使って、解決策であるとか、昨今ではその単純に提言するだけではなくて、もちろん実行支援という形で、最後やりきるところまで伴走支援するということをお仕事にしています。はい。で、ちょっとこのスライド全部は説明しないですけども、コンサルタントってよくいろいろ聞くけど、デロイトのコンサルティングっていうのはどういうことなのってことを少しだけお話しできればと思うんですけども、この真ん中の方に図がこうありまして、アドバイスとかインプリメントとかオペレートってこう、時間軸でですね、戦略立ててから実行するまでって流れがあって、で、支援テーマっていうのが縦軸にあるんですけども、我々の支援している内容っていうのは、経営コンサルタントとして、業務全般、経営全般に関わる課題解決をやってます。よく、IT コンサルタントとか、そういったところと、どう違うのみたいな話、よく質問されるんですけども、もちろん、
IT の領域も我々やるんですけども、どちらかというと、その IT が手段に落ちてからの、その導入におけるコンサルティングということではなくて、もう少し手前のところからやってるってことを、このスライドでは言わんとして。ちょっとこれぐらいにしますね。で、DTC の組織がどういう形で仕事をしているかという、ちょっと概念的な話なんですけども、少しお伝えできればと思います。大きくですね、二つの軸、インダストリー、オファリングという軸で仕事をしておりまして、インダストリーはいわゆる業界ですね、業界ごとの組織があります。一方でオファリングっていうのが、その専門知見の部分になってきて、戦略的なことから、例えば、そうですね、カスタマーマーケティング、ヒューマンキャピタル、人事、テクノロジー、こういった要素があって、で、大体仕事はですね、インダストリーかけるオファリングでやってます。この例にもあります通り、自動車会社が、例えば、スマートファクトリー技術みたいなことであれば、自動車のインダストリーとテクノロジーの、舞台で掛け算で仕事をする。毎回一緒にする、仕事をする人が違うっていう、そんな形で仕事をしで、ここはですね、左から右に、当社の、ランクと呼ばれている役職ロールみたいなのがあって、それが左から右にあるんですけども、ここで言いたいのは、ちょっと細かいところは割愛しますけども、かなり早いタイミングから大きな仕事ができるということをお伝えしたいなと思ってます。で、これ何かっていうと、あるプロジェクトを組もうとすると、ここにあるランクが複数の、ランクの方でプロジェクトを組みます。で、さっきの通り、組織もまたがった形でワンプロジェクトのチーム作るんですけど、もちろん、仕事している内容としては、何がしかの企業様の変革に関わることとか、そういったことなので、大体、なんでしょうね。カウンターパートになるのは、部長ないし役員の方が多いので、本当にもうアナリスト入りたての時から、お客様の役員、場合によっては社長とお話ししながら仕事するみたいなことが、できるので、そういった意味ではすごくチャレンジングな仕事ができる会社なんじゃないかなというふうに私も思っています。会社のご紹介というところだけで以上になります。ありがとうございます。それでは、寒川さんの方から秋田さんに何かご質問だったり、ご感想あれば、ぜひお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。非常に興味深くてですね、たくさんお伺いしたいことがあるなと思ったんですけれども、秋田さんは人事ではなく、その現場の、マネージャーの方であるということでお伺いしたいんですけれども、コンサルタントとして、そのコンサルティング業務の面白さって、秋田さんはどのようなところにあると考えられますか？はい、ご質問ありがとうございます。コンサ秋田ルタンさん、トの仕事。あれではいすはね、い。一旦画面共有オフにしていただけると、はい、あ失り礼がしたまいしです。た。はい。お顔が、はい、ありがそうでとうごすざいね。まはい。す。はい。ご質問は、コンサルティング業務の醍醐味ですけども、そうですね、二つあって、まずやっぱり正解がないものを考えるというのが私は楽しいなと思うんですよね。で、やっぱり課題っていろいろお悩みありますけども、解決策やっぱり一つじゃないし、複数だし、価値観、考え方によっていろいろ変わっていくものを、お客さんと一緒に考えていくっていうのは純粋に私は楽しいなっていうふうに思っています。で、そしてもう一つは、二つ目は、やっぱり、その仕事をした後に何かうまくいった時に、お客様からのありがとうを直接、聞けるっていうこと。これは一つ、こういった仕事の醍醐味かなと思ってまして、もちろん、いろんな製品を世に送り出したり、それこそ、KDDI さんみたいに、幅広い事業をやられていたりとかですね、ユニリーバさんもそうだと思うんですけども、直接消費者の手に届くっていうことに、価値を感じて、喜びを感じる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私はどちらかというと、その目の前のお客様から、いてくれてよかったねって言われることは非常に、喜びでして、そこは、一つ醍醐味かはい。ありがとうございます。もう一つぐらいお伺いしてもいいですか？時間大丈夫ですね。はい。大丈夫ですかね。はい。そんな中で、秋田さんがデロイトさんを選ばれたのはどうしてだったんですか？あ、なるほど。はい。ご質問ありがとうございます。そうですね。それもいくつかあるんですけど、一つ絞るとすれば、何でしょう。カバー範囲が非常に広い。やりたいことが、ある意味何でもできるっていうところが、デロイトを選んだりでして、例えば戦略ファームみたいなコンサルティング会社、もちろんその構想とか、
まあ、そういったところだけを専門でやることもできますし、もちろん IT のコンサル会社の方が IT を専門にでもできますけども、デロイトのこうカバレッジって全部なんですよね。上から下まで、我々エンドトゥエンドって呼んでるんですけども、最初から最後まで伴走支援できる。なので、こう言って終わりではなくて、まあ、最後どういう形になってお客様の効果につながるかっていうところまで、最後まで見れる。しかもその範囲がもう全業界カバーしてるので、そういった意味では、できないことはないんじゃないかなぐらいの気持ちで思ってますので、そういった意味で、何でもできる、総合力のあるデロイトを選んだという形です。ありがとうございます。すごく興味深くお伺いさせていただきました。はい、ありがとうごすざみいません。ます。では、最後にお待たせいたしました。寒川さんの方から自己紹介と会社説明、よろしくお願いします。それではですね、私の方からユニリーバに関してご説明をさせていただきます。私もですね、最初簡単に自己紹介させてください。寒川亮太と申しまして、HR 人事で仕事をしております。ですね、私はユニリーバには2022年の1月に中途で入社をいたしまして、前職はですね、大体8年ぐらい、8年、9年ぐらい勤めていたんですけれども、そこでもうずっと人事をしていまして、新卒採用、人材育成、それからグローバルモビリティというですね、海外に人を送り出したりとか、迎え入れたりという仕事、あとは途中ですね、2年間ほどアメリカに駐在をしたりして、その後、ユニリーバに入社をしました。ユニリーバではですね、今、主に3つ仕事を人事の中でやっているんですけれども、一番大きな仕事が HR ビジネスパートナーというふうに呼ばれてまして、これ簡単に言うと、部門の人事全部やるみたいな感じなんですけれども、まあ、他にもですね、そのグローバルモビリティという仕事であったりとか、あとは労働組合との窓口なんかも今、対応しております。はい、で私がなぜユニリーバーを選んだかということだったんですけれども、簡単に言うとですね、本当に一緒に働きたいと思える仲間と、まあ、面接の段階でこうたくさん出会うことができまして、それでユニリーバーにぜひ入りたいなと思って、入社をさせていただきました。はい、ではですね、ここからは、簡単に、会社のですね、ご紹介をさせていただきます。私たちユニリーバーは、シャンプーやボディーソープなどをはじめとする製品を持つ消費財メーカーです。世界ではですね、毎日約190カ国で34億人の方にご使用いただいていて、売上はだいたい524億ユーロ、日本円に換算するとだいたい8兆円ぐらいになりまして、世界最大級の消費財メーカーです。で、本社はイギリスのロンドンにありまして、世界では12万7000人の社員がいます。ユニリーバジャパンは日本法人として、日本のより多くのお客様に製品を届けるべく活動しています。で、東京の中目黒に本社があって、現在は外国籍の社長のもと、だいたい400人ぐらいの社員が日本にいます。で、世界ではですね、そのブランドというところでいうと、400を超えるブランドがあって、まあ、それらを育成、開発しています。で、日本ではこのチャートのですね、右上にあるようなブランドの、販売、展開を行っています。まだまだ他にもありますので、ぜひ店頭で製品をお手に取っていただけると嬉しいなというふうに思います。ドラッグストアとかですね、一般的な小売店さんで買えるラックスとか、ダブなどの製品に加えて、ジフとかドメストといったお掃除用の製品だけではなく、パーソナライズシャンプーとか、そういった販売なども行っています。で、またこれ右下になるんですけれども、これ日本における経営チームなんですが、国籍、性別、年齢も非常に多岐にわたっていて、多様性のある企業だなというふうに思っています。で、こちらですね、パーパスなんですけれども、ユニリーバーはサステナビリティを暮らしの当たり前にというパーパスをですね、掲げています。もともとは1880年代に、イギリスで一つの石鹸から始まった企業なんですね、ユニリーバー。で、その時は体をきれいにする、家をきれいにするなど、衛生を暮らしの当たり前にし、人々の暮らしに貢献してきたというふうにされています。で、それから時を経て、より大きなテーマで変化を起こす必要があるということで、現在はサステナビリティを暮らしの当たり前にというパーパスとして引き継がれています。ユニリーバーですね、このパーパス、すごく大事にしていまして、ビジネス戦略の中心に据えています。このパーパスのもと、3つの信念がありまして、ビジネスを展開しています。で、サステナブルなビジネスのグローバルリーダーになることをビジョンとして掲げています。そのために今後注力すべき分野やアクション、
成長の基盤になるもの、この一枚のページにビジネス戦略としてまとめています。で、その3つの信念についてですね、簡単にご説明をさせていただきますと、ユニリーバでは会社としてでなく展開するすべてのブランドがそれぞれのパーパスを持ち、それに基づいて製品の展開や活動を行っています。また人という観点では Be Yourself、自分らしくというのをとても大事にしています。それは多様な社員一人一人が自分らしく力を発揮できることが多様な消費者のニーズに応え、企業として成長し続ける基盤になると考えているからです。そのため、誰もが自分らしく生き生きと働けるようにサポートするような、組織文化だったりとか制度を作っています。また企業としては国内のすべての事業所で100%自然エネルギーを使用していたり、プラスチックの削減に取り組んだりするなど、パーパスに基づいて様々な社会課題にも取り組んでいます。ブランドが成長し、人々が成功し、企業は存続していくというのが私たちの信念です。で、最後にですね、ユニバの新卒採用について少しだけお話をさせてください。私たちは UFLP365 というプログラムのもと、新卒採用活動を行っています。で、このプログラムでは、将来の幹部候補生の採用を行っていて、採用後の育成までを含めたプログラムを UFLP365 と呼んでいます。特徴的な部分をピックアップすると、これらの4つのポイントになるんですけれども、365日応募を受け付けていて、ネット環境があればどこからでも受験可能です。また、応募資格も特徴的で、大学1年生から既卒3年目までの方が対象で、1年空ければ、何度でもご応募可能です。入社時期は、卒業年度を軸に最大4つの選択肢から選ぶことができます。最後に、職種別採用なので、応募の際はどの職種で受けるか、ご検討いただいて、ご応募いただけるといいかなと思います。詳細はですね、ぜひ、ホームページなどをご覧いただければなというふうに思っておりまして、こちらですね、ホームページの他にも YouTube とかインスタがありますので、ご興味があればですね、ぜひご確認いただければと思います。YouTube の弊社のチャンネルにはですね、職種説明の動画とかもありますので、ぜひ企業理解だったりとか、職種の理解というところにご活用いただけると嬉しいなというふうに思います。では、簡単ですが、以上でユニリーバのご説明を一旦終わりにしたいと思います。ありがとうございます。では、小島さんの方から寒川さんにご質問、ご感想をお願いいたします。はい。参加さん、説明ありがとうございます。めちゃくちゃ私もお世話になってるんだなって言ったところを今知りました。出てきたやつとか、普段も私も使わせてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。結構イメージなかったな、イメージないというか、なんかすごい印象的だったのが、メーカーさんって言ったところで、サステナビリティをすごいパーパスに置いてるって言ったところがすごい印象的だったんですけど、なんか具体的に、なんかどういう取り組みをしているとかいうのが、もし紹介いただけたら嬉しいなと思うんですけど、なんかどういうふうなの？それを達成するために具体的な取り組みってどんなことをしてるんですかっていうところですね。ありがとうございます。ですね、取り組みとして意図的に行っているものと、それからなんか当たり前に存在しているものとですね、2つあるのかなというふうに思っていて、本当にその製品開発の中で、例えばシャンプーの、ボトルとか、そういうのを設計したりするときに、それって本当にその環境負荷が大丈夫なのかっていうところも、まあ、当たり前に検討していくっていうような形になっているというのが、たりするっていうのが、当たり前っていうところの、なんていうのかな、一つの例かなと思います。で、意図的にというところでいくとですね、例えば、なんだろう、いろんなですね、サステナビリティ関係のイベントに協賛したりですとか、そういった取り組みっていうのが、ありますかね。ありがとうございます。なんか、すごい印象的だったのが、やっぱこういう、なんか目的とか一番上に来るものって、なんかそれこそ、なんかサービスを展開するとか、いろんな価値を提供しますよ。それこそうちみたいなのが多いのかなと思うんですけど、その中でサステナビリティって言ったところが一番上のキーワードに出てくるのは、なんか、その社会にどれだけ貢献できるかっていうような社風がすごい、全社に浸透してるんじゃないかなってすごい感じたので、気になったので。質問させてもらいました。ありがとうございます。あとちょっありとがもうとうこれございはちょっまとす。人事的なところでちょっとこれ面白いなと思ったのが、大学1年から3年生までの結構学生の若い層とかも受験できるようになってるじゃないですか。あれどうして初めて実施してるんですかって言ってシンプルな疑問なんですけど。そうですね。やっぱりこれはですね、始めた当初の人事担当者の強い思いっていうのがあって、で、またそれが脈々と受け継がれているのかなというふうに思うんですが、なんていうんですかね、何かの枠にとらわれないというか、
本当にチャレンジできるところであれば、いつでもこうチャレンジしてほしいみたいな、そういう思いがやっぱりすごくありまして、それでこういった制度になっているのかなと思います。ああ、なるほど。ありがとうございます。いや、でもなんか、すごい、運用する人事側としては、すごい大変なんだろうなと思うんですけど、やっぱ学生の皆さんに、やっぱチャレンジする機会提供するっていうのは、めちゃくちゃ、まあ、企業の我々としては、すごい大事な取り組みの一つだと思ったんで、ちょっと参考になりました。ありがとうございまありがとす。うございます。こそうんでなすね。感じで本当大丈に夫です。あ、どうぞ、すいません。実際にですね、本当にもう1年生から、あと既卒の方まで、いろんな方にこうエントリーいただいて、ご応募いただいているので、この制度っていうのも、しっかり生きてるなっていうふうに、人事として感じてます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんからのご質問も聞けて、よかったです。ありがとうございます。では続きまして、テーマセッションに移っていきたいと思います。で、学生の皆さんはですね、その後、Q&A のお時間にがございますので、チャット欄にご質問をどんどん送っていただければと思います。それではですね、最初の方に、冒頭にですね、アンケートを取っておりました共通質問ですね。1問目は、今後の展望や重視している領域は何ですかというところですけれども、2問目に関してではですね、A のですね、社風や働く環境についてどのような特徴がありますかというような質問に決定をいたしましたので、2問目はですね、そちらに関してご回答いただければと思っております。では、まずですね、1問目の今後の展望や重要視している領域というところについてぜひお伺いできればなと思っておりますが、どうしましょう。こちらではずっと待っていただいていた秋田さんに、ぜひこちらから、秋田さんからご回答いただければと思います。いかがでしょうか。そうですね。先ほど、弊社のカバー範囲が非常に幅広いっていうお話しましたけども、お客様の課題って結局社会課題なので、この社会課題全般が、我々としても課題であって、注力領域につながっていくって、そういう関係性だったりします。なので、これっていうのを言うのはなかなか難しいんですけども、それでも、その中でもデロイトとして、特に力を入れていることを、まあ、あえて、そうですね、三つ言うとすれば、まあ、一つは気候変動に関する、様々な取り組み。我々グリーントランスフォーメーションという言い方をしてですね、DX で GX という言い方をしてたりするんですけども、まあ、そういった取り組みと、あとは、まあ、地域創生系ですね、というところ。で、三つ目は、まあ、もちろんデジタルを、活用して変革をしていく。まあ、ここのデジタルについても、様々な取り組みをやってます。ありがとうございます。では続きまして、小島さんの方からいかがでしょうか。ありがとうございます。結構、なんか IT 業界とか全体的にどうなのみたいな、よくこれ質問をいただくやつです。まあ、それこそ、まあ、わかりやすいところで言うと、注力領域、先ほども紹介したこれ5つですよって言ったところ、まあ、DX、LX、まあ、金融、地域競争、エネルギーっていったところは、まあ、会社全体として打ち出しているものがあるので、そこはまあ間違いなく注力領域になるかなっていうふうに思っております。で、まあ、そういったところを、じゃあ領域広げていくために、じゃあ、数字的なところはやっぱり、やっぱ一つ注目していかなきゃいけないなって、私個人としても、まあ、会社の課題として思ってることがあって、会社としてライフデザインサービスを、どんどん発信していく会社ですっていうふうに、我々、まあ、打ち出させていただいてはいるんですけど、まあ、冒頭説明した利益一応いくらありますよっていうところ、実は蓋開けてみると、依然7割から8割ぐらいがやっぱり携帯事業になっているんですよね。皆様からの通信料からの利益が、7、8割。ってなると、それ以外の部分の法人のサービスとか地域競争みたいなところ、新規事業立ち上げが、まあ、2、3割にとどまってしまっている。まあ、ここをどれだけ、まあ、半分以上って言ったところ、正直現実味あるかどうかで言ったら多分結構厳しいかなとは思うんですけど、まずここを4割、5割にどれだけ近づけていけるかっていうところは、まあ、会社としては、まあ、今後重視していかなきゃいけない展望として、まあ、一つ見据えなきゃいけないかなって思ってるところですね。あとちょっと最近ホットなところで言うと、まあ、ちょっと震災が年明けあったりして、やっぱり、まあ、通信、シンプルに、どれだけ安定的な通信を提供できるかっていったところは、一つやっぱり我々のミッションとして、やっぱ重要だなっていったところは、いつもいつも感じてはおりまして、実際、今回金沢の方とかにも、車載型の基地局、車が入れあれば、もうそこで通信がつながりますよっていう軽自動車が実は30台ぐらい、今年も金沢の方に出動したんですけど、やっぱり、どれだけ安定的に、まあそういった災害、いざという時のために、我々が行動できるかっていうところも、まあ今後もっといいもの、より便利なもの、より安易なもの、作っていかなきゃいけないかなとは思って、
ってはいますね。まあ、これがどれだけ通信を使って便利にできるかってところは、まあ、今後継続して模索していかなきゃいけないっていう印象はございます。はい。ありがとうございます。では最後に寒川さんから今後の展望と、重要視している領域というところについてお伺いしたいと思います。ありがとうございます。ユニリーバーですね。まあ、先ほどもご説明した通り、本社がイギリスにあって、で、まあ、日本の会社っていうこと、日本で私たちが活動しているっていうところなので、グローバルとローカルと結構ミックスになるかなと思うんですけれども、ポイントがですね、多分3つぐらいあるかなというふうに思ってます。1つが、日用品業界。コンシューマー、消費者の方のですね、ニーズがすごく多様化していく中で、まあ、それにこう合わせてブランド展開をしていくっていうことだと思います。例えばですね、昔ながらのこう大きなブランド、ラックスとかっていうのを、昔はこう大々的に展開するっていうので売れていたんですけれども、今はですね、本当にニーズが多様化していて、それだけでは全然対応できないと。まあ、特にプレミアマイゼーションということで、こう高価格帯の製品がこう売れてたりとかっていうのがありますので、本当に各社イノベーションでしのぎを削ってるなというふうに感じてます。で、また2つ目で言うと、スピード感を持ったイノベーションを行うために、こうどうブランド開発していくかっていうところですね。こう例えばやっぱりデジタライゼーションというのがこうどんどん進んで、グローバルでは進んでいてですね、まあ、そういったものをこう推進するために、人への投資みたいなところもかなりこう積極的に行っていて、まあ、例えばそういう意味で言うと、コロナ期以降ですね、人材交流っていうのがこう積極的に行われていて、海外に人を送り出したりとか、まあ、逆に海外から人を受け入れたりみたいなところで、自分の役割を超えてやりたいことっていうのをこうプロジェクト化しながらやれるなっていうところですかね。で、最後3点目なんですけれども、グローバルっていうところで見ると、ブランド買収とかっていうのをしながらですね、会社全体のポートフォリオ、どこで戦っていくのかっていうそのカテゴリーのですね、見直しっていうのが結構ダイナミックに行われていて、日本においてもですね、例えば、あまりこう、大きなブランドではないんですけれども、ラフラっていうブランドがあって、これ高価格帯で販売チャンネルがこう全然違うみたいなブランドを買収して、で、まあそれをどう発展させていくかみたいなところで、こう時代に合わせて見直しをしていくっていうのが結構積極的に行われているというところですかね。ありがとうございます。各社様とも、今ある事業を伸ばして、さらに伸ばしていく、そして、それ以外の部分も伸ばしていくっていうところで、多様なチャレンジが、社内の中でもあるんだなというところを伺いできました。ありがとうございます。では、続きまして、学生さんの皆さんに選んでいただいた質問ですね。A の部分で、社風や働く環境についてどのような特徴がありますかというところで、ぜひ、競合他社様と比較してだったりとか、他の業界様と比較して、もし何か特徴だったりとかがあればですね、ぜひ、お伺いしたいなと思っておりますが、こちら、どうしましょうか。どなたか、いきましょうか。じゃあ、ちょっとミュート外していただいた小島さんからお願いします。外すんじゃなかった。冗談です。ありがとうございます。そうですね。働きやすって、これ私、学生からの質問で、まあ皆さんも採用担当とか学生から話を聞いたとき、逆質問とかでよく聞かれるやつだと思うんですけど、会社帰ってからのギャップなんですかっていうふうに聞かれたとき、いい意味でのギャップで答えることとして、うちの会社めっちゃ働きやすいっていうのは結構よく言ってるんですよね。だから働く環境ですね。やっぱ通信、かつ、まあ、KDDI 大企業っていったところに分類されるんですけど、めっちゃ硬い印象がある状態で私入社させてもらったんですけど、なんか、リモート、出社とリモート、テレワーク掛け合わせたリモートでもできますし、まあ、フレックス制、スーパーフレックス制で働かせてもらってるので、まあ、好きな場所、好きな時間、働くっていうのはすごく、充実してるかなっていうふうにありますね。それこそ、朝、すごい、ご家族持ってる、先輩社員の方々とか、やっぱ朝、お子さん、幼稚園に送ってから来ますっていうことで、10時半ぐらい出社する方もいらっしゃれば、迎えに行くんで、ちょっと早めに上がりますっていうママさんもいらっしゃったりもしますし、まあ、私自身とかも、結構朝とかはすごい集中できるし、会社に人がいなかったりするんで、朝早めに行って、夕方6、もうあれ、16時ぐらい、だから4時ぐらいに上がって、もうさっさと私の趣味になる。水泳に行くために泳ぎに行ったりとかもしちゃって、そこはめっちゃ働きやすいなっていうのはありますね。あと、社風としては、結構若手にチャレンジさせる傾向はあるかなって思いますね。若手のすごい背中を後押しする雰囲気は強いです。私、1年目から新卒採用担当してるんですけど、結構、本配属4月の最終週とか、だから入社して1ヶ月も経たないぐらいなんですけど、私、1週目から結構学生対応とか、
したり、2ヶ月目から結構こんな感じのイベントに、いけるいけるって感じでやらせてもらったりして、結構チャレンジングなところは、あるかなと思います。なので、学生の皆さんとかで、なんか自分のやりたいこととかを、やっぱり早いうちからチャレンジさせてもらえる環境っていうのは、うち整ってるかなと思うので、結構まず、チャレンジするには口に出すところっていうのも大事だと思うんですけど、口に出せば、それをやっぱり上司は吸い取ってくれるし、そこをなんとか実現できないかっていうふうに、周りがサポートする体制を作ってくれるんで、そこはめっちゃいいなっていうふうに思って、私自身は結構、1年目新入社員経験して、2年目になっても、やっぱり自分の下に入ってきた新入社員って、やっぱいろいろチャレンジさせてもらえてる、させられてる、これはちょっと言い方の問題だと思うんですけど、あると思うんで、そういったところは KDDI は一個特徴としてあるかな。はい。以上です。ありがとうございます。では続きまして、秋田さんからお願いできますでしょうか。はい。社風と働く環境。社風からいきますと、そうですね。デロイトの特徴としては、チームワーク。こう、協力し合う雰囲気っていうのはすごく浸透してるなと思っています。結構、私もコンサルティング会社に転職してる組なので、コンサルって、結構なんか厳しい環境で、すごい尖ったこう人材がたくさんいてみたいな印象が、もしかしたら学生の皆さんもあるかもしれないですけども、すごく柔らかい人が多いんですよね。で、なんでしょう。やっぱりスタンドプレーでは、この仕事ってできなくて、もちろんですけども、どんな会社、どんな仕事もそうですが、我々の仕事も、まあ一人、誰かその声が大きい人、能力が高い人がいるだけでは、お客様の課題解決できないんで、そういった意味で、すごく協力し合う。多分、イメージよりも、こう、なんていうんですかね、こう、温和な人、優しい人が多いんじゃないかなと思っていて。で、それは多分、コンサルティング業界の中でも、デロイトの特徴ではないかと思っています。で、まあ、というのも、先ほどご紹介した通り、基本的にこう、コラボレーションして仕事していくので、毎回こう、初めましてなんですよね。なので、その裏には、何でしょう、その相手への敬意みたいなところとか、まあそういったことももちろんセットでですし、それこそ我々のところでパートナーっていうのが執行役員なんですけど、執行役員が新入社員に敬語とか使ってますか？やっぱり初めて会う人、最低限の礼儀、みたいなものはありますので、私も若手にも普段敬語で喋ってますし、まあそういう、なんていうの、相手を尊重して、で、協力し合う。そういう社風っていうのは、あるんじゃないかなと思ってます。で、あと、まあ、働く環境についてはですね、まあ、皆さん、リモートであるとか、ご自身の都合によって、まあ、いろいろと、そういう工夫するところはもちろん、弊社もやってます。まあ、一つ、そうですね、付け加えるとすれば、言っても、こう、例えば部署ごとによって、結構こう、出社しないといけない雰囲気がある部署とか、まあ、繁忙期はとかいろいろあると思うんですけども、まあ、我々そこも含めて、毎回プロジェクト型なので、ある意味、いい意味でリセットするんですね。毎回、じゃあこのプロジェクトではどうしましょう。で、それは多分人によってライフステージも違かったり、いろいろある中で、私も自分のチームで何かプロジェクトを立ち上げると最初に、まあ、どういう働き方がいいかっていうのをみんなで話し合うんですよね。しっかり話し合って、いや、ちょっとこう、家庭の事情がみたいなことももちろんあるし、もっと言うと、私朝型ですとか夜型ですとか、あ、じゃあちょっと夜になんかこうチャットするのはちょっと控えるねとか、そういったことまでやってるというところは少し踏み込んでるんじゃないかなというふうには自負してます。簡単ですが以上です。はい、ありがとうございます。では最後に寒川さんからお願いします。はい、社風と環境ということで、まあ、環境のところ、からお話をすると、WAA と書いて、WA っていう制度があるんですけど、Work from anywhere, anytime。どこからでも、いつでも働いていいですよっていう、まあ、一定のですね、ルールはあるんですけれども、まあ、その中で、まあ、なんていうんだろう。自分たち一人一人が、こう、一番こうパフォーマンスを出せる環境っていうところで働いていいですよっていうような制度になっているのが、一つ大きな特徴かなというふうに思ってます。で、これ、社風のところにも結構通じてくるかなと思うんですけれども、先ほどもちょっとご説明の中でお話をした Be Yourself っていうキーワードが結構象徴的で、これは自分らしくっていう意味ですけれども、自分勝手であるという意味ではないよっていうところはですね、勘違いしないようにみたいなのはよく社内で言い合ったりするんですけれども、
やっぱりこう高いパフォーマンスを出すためにこう自分らしくある。で、自分らしくあるためのこう環境を整えて、お互いにそれをこう尊重し合っていくっていうようなですね、カルチャーがやっぱ会社の中にあるのかなというふうに思ってます。で、まあ、そしてこう自分らしく働き続けていく中で、こう高いパフォーマンスを出していくっていうことがですね、やっぱり最終的には多様な消費者のニーズにこう応えて、企業としてこう成長し続けていくっていうところに、やっぱりつながっていく、その基盤になるのかなっていうふうに思ってます。です。ありがとうございます。ではですね、お時間もそろそろというところになってきましたので、学生の皆さんからたくさん質問をいただいているのでですね、ぜひ、どしどしお答えをいただければなというふうに思っております。すいません、早口になってしまうかもしれませんが、いきたいと思います。ではですね、まず1問目、求める新卒人材像を具体的にご教示いただけますでしょうかというところで、どんな新卒と働きたいかみたいなところも含めて、ぜひお話しいただければと思いますが、こちら、どうしましょう。挙手制でいきましょうか。いかがでしょうか。じゃあ、はい。お願いします。では、小島さんから。はい。まあ、シンプルに私個人として自分の部下にどういう人が欲しいかっていうところを、ちょっと質問の意図を変えさせてもらうと、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱり自分が実現したいこととか将来的にこんなんあったらいいよねっていうのをやっぱ口にできる人はめちゃくちゃ欲しいなっていうふうに思ってますね。結局どんなプロジェクトも、どんな目標も、どんな夢も、やっぱり自分の口にするところから、やっぱ周りに伝えて、周りをどれだけ巻き込んでできるか。やっぱ一人でやる仕事って多分、このレベルの会社だったらないと思って、どれだけ周りの人に納得させて巻き込んで、一緒に事業を進められるか。それこそ、さっき秋田さんがおっしゃってたように、チームワークを作るために、やっぱそれを発信するっていうのが一つ大事な、アクションだと思うんで、そういうことを積極的にできる学生っていうのは、めちゃくちゃ欲しいです、私は。はい。ありがとうございます。では、お二方、どうしましょうじか。ゃあ次、お願い私し行かませてす。くださいですね、すごい抽象的な答えになるかもしれないですけれども、ユニリーバに染まるというよりは、ユニリーバに新たなこう自分の色をつけてくれる人にぜひ来てほしいなと思ってます。もうなんか周り見ながらチャレンジできないとかではなくて、もう本当にどん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 チャレンジして、それをこうドライブしていってくれる人っていうのが、ユニリーバに新たなですね、こう価値をつけてくれるのかなと思うので、ぜひそういう方と一緒に働きたいし、来ていただけると嬉しいなって思ってます。ありがとうございます。では最後に秋田さんからお願いします。はい。私はお二人と違って人事ではないので、ちょっと現場の目線で行くと、なんでしょう。会社を、まあ、利用できる。自分で利用し倒してやるというような気概を持った人に入ってほしいなと思ってます。まあ、でも、コンサルティング会社に長くいる人もいますし、そこをステップにいろんなことにチャレンジしていく人もいるので、なんかこう、会社にお世話になろうというよりかは、自分のキャリアの一環として、ファーストステップとして選んでもらって、その上でやりたいことにつなげてもらう。そういう形で、その会社を利用してもらえばいいかなと私は思ってて、そういう気概のある若手に入ってきてもらうと、私は嬉しいし、一緒に仕事したいなと思ってます。ありがとうございます。では続きましてですね、業界の他の会社と比べてどんな特徴があるんでしょうかっていうところで、かなり各社様ですね、お参加だとも、会社さんだったりとかが結構思い浮かぶ学生さんも多いかなと思うんですけれども、他の会社さんと比べて、特徴がある部分があればですね、ぜひお伺いしたいなと思っておりますが、じゃあこちら、秋田さんからお答えいただきましょうか。これは自社の業界の競合ってことですよね。そうですね、はい。そうですね。私どものコンサルティング業界で総合コンサルファームと呼ばれるところでいくつか競合の、会社さんいらっしゃるんですけど、違いって意味だと、先ほどコラボレーション我々強いですよってお話しましたが、グローバルのコラボレーションが、他社さんよりも、連携がスムーズです。で、なんでかっていうと、例えば、そうですね。特定の会社さんで、こう、グローバルって言っても、US とかに本社があって、で、日本がその、一員ですっていう関係性で、やっぱり、その上から下って関係性があるんですけども、我々デロイトって、あくまでメンバーファームという、デロイトブランドに参画しているネットワーク会社という位置づけなので、あんまり上下の関係ないですね、要は。なので、すごくシームレスで、例えば、なんかドイツで何かあって、で、そこで何かやろうとしても、本当にこう、横の部署にいる人と話すような感覚で、そういうグローバルの連携ができるっていうのは、同じ総合ファームの中でも我々強みじゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。よくわかりました。では、寒川さんからお願いします。はい。なかなかこう、他社さんと比べると難しいんですけれども、
一つ特徴かなと思うのが、ユニリバー、いわゆる外資系の会社で、外資系っていうと結構ドライだよね、みたいな印象をお持ちの方が多いんじゃないかなというふうに思うんですが、ユニリバーではですね、結構その外の方からもよく言われるんですけど、本当にその対極にあって、すごい人間関係というか、その人と人とのコネクションとか、そういうものをすごく大事にする。なんかこう、ロジックも大事なんだけど、なんだろう、感情、エモーションなどの部分とか、そういうところもすごい大事だよねっていうのを、みんな結構思ってるっていうのが、一つ特徴じゃないかなと思います。ですね、ありがとうございます。では最後に小島さんからお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、通信業界とかだと、わかりやすく、キャリア3社、N とか S とかめっちゃ比べられるんですけど、多分おそらく皆さんイメージしてるのそこだと思うんですけど、事業を展開するっていう意味だと、やっぱ一つキーワードになるのは競争、パートナーシップになるかなっていう印象はありますね。我々 KDDI が持ってる、データとか通信インフラとかって、もうそれ一個単体でサービスとして世の中に提供ができると思うんですけど、それが本当に世のため、人のためになるのかっていうと、多分もっといい方法あるよっていうようなのが、KDDI の理念としてあります。他社さんのベンチャーさんとか、他の企業の尖った技術掛け合わせることによって、我々だけで提供できるサービスが100%だとしたら、他社さんとコラボすることによって、それ120%の状態で世の中に提供できるよね。これが多分おそらく世の中のために一番いいよねっていう、理念のもと我々働かせてもらってるので、やっぱパートナーシップっていう、そのなんていうんですかね、意識っていうのがそもそも社内全体でめちゃくちゃ浸透してるかなっていうところはあります。あとは普通に会社として、特徴として挙げるとすれば、我々 KDDI フィロソフィーっていうものが実はございまして、KDDI 社員として、我々従業員が持つべき考え方とか行動規範、価値観みたいなところを表した、38項目ぐらいですかね、あるんですけど、皆さんもちょっとネットで検索してもらうとすぐ出てくるんですよ。KDDI フィロソフィー。こういったもののすごい、従業員への、浸透はすごい広がっているので、年に2回とか3回とか勉強会もする中で、こういった、行動規範に基づいて会社全体、従業員全体動いてるよっていうところは一つ印象的かなと思います。はい。ぜひ皆さんも調べてみてください。ぜひ。ありがとうございます。では、すいません。最後の一問とさせていただければと思います。ですね。入社直後から様々なチャレンジができる、環境かなというふうに思っておりまして、ただ一方で研修制度などがあるのか知りたいですっていうところなんですけれども、やっぱり各社様、スピード感を持って活躍できるっていうところも特徴かなと思うんですけれども、その先の研修制度だったりとか、サポート体制みたいなところについて、ぜひお伺いできればなと思っておりますが、じゃあ、まずトップバッター、寒川さんでお願いします。はい。ユニーが入社するとですね、大体3週間ぐらい、人事の下で研修がありまして、そこで本当にビジネスマナーの基礎みたいなところも、もちろんやるんですけれども、役員への提案みたいなところをですね、最後やったりっていうのが、最初の3週間かなと思います。で、その後には、大体半年に1回ぐらい、みんなで集まってですね、こういろんなテーマに基づいて、自分の振り返りをやったりだとか、そうですね、そういった全体でのトレーニングっていうのもありますし、こう部門の中でのトレーニングっていうのは様々ありますね。で、あとは、これはいろんな会社でもそうだと思うんですけれども、OJT だったりとか、メンタリングみたいなところもですね、バディみたいな先輩がついて、その下でやっていくっていうような制度になっています。ありがとうございます。では続いて、秋田さん、お願いします。はい。デロイトもですね、入社すると、2ヶ月ぐらいですかね。網羅的な研修はあります。で、どちらかというと、特徴は、その後の OJT かなと思ってまして、繰り返しになりますけど、プロジェクト型で仕事していくので、この所属している部署、で、育成をしていくというよりかは、そこはどちらかというと中長期的なキャリアを一緒に考えていって、仕事上はプロジェクトの中で育てていくっていう考え方です。なので、一緒にその仕事をする、例えば別の部署の、それこそインダストリーの方と一緒にやってた、そこの一緒にやっている人と、チェックインって我々呼んでるんですけども、いわゆるワンオンワンをやります。で、これがすごくですね、しっかりしてて、私も転職してきてびっくりしたんですけども、よくあるワンオンワンって結構その雑談だったりとか、その関係性を作るところに終始してしまったりしがちなんですけども、本当に実際に仕事で、この前、例えばお客さんのとこ行って、こういうふうに話した、あそこのポイント良かったよ。
でも、ここもう少しすると、こうするといいんじゃないみたいなことを具体的なフィードバックをですね、単サイクルで回すんですね。これがすごく効いていて、かなり現場でこう育っているような印象を私も受けています。ここがすごく大きな特徴かなというふうに思います。はい。ありがとうございます。では最後に小島さんからお願いします。はい、ありがとうございます。KDDI も、まあ、基本的に、二人おっしゃった通り、研修、まあ、普通にありますよってところですね。冒頭1ヶ月ぐらい全体研修だった後に、その後は、部門ごとの部門研修に移ります。で、まあ、部門研修は、部門によるんですけど、まあ、3ヶ月から半年とかしっかり研修をした後に、じゃあ行きましょうっていう形で、現場研修に入りますね。で、新入社員に関しては、先輩社員が1人1対1で、OJT トレーナーが1年間伴走してくださるっていうところなので、まあ、業務のところでも1年間通じて相談できる先輩がいるので、そこを安心してもらえればなって言ったところですね。まあ、KDDI としてなんかアピールするものがあるとすれば、実は KDDI DX 人材を育てることにめちゃくちゃ最近注力をしてまして、KDU、KDDI DX ユニバーシティっていうのを実は社内に設立させてもらって、そういう DX 人材を育てるための研修っていったところをめちゃくちゃしっかり作ったんですよね。これ、ネット検索すると出てくるんですけど、やっぱこの先時代になっていく DX は、まあ一つ重要なポイントになると。まあそのためにも、DX 言ってるけど、その社内にどれだけそういう人材を作れるかが絶対大事になるっていうことでですね、社長とか経営戦略本部筆頭に、そういうものをめちゃくちゃ作ったりもして、私も去年1年間通して受講させてもらったんですけど、やっぱり学生の時にはなんか触れることがないようなことをたくさん勉強させていただいて、めちゃくちゃいいなと思ったって、まあ、DX とかは、まあ、今後 KDDI 会社全体としても取り組んでいますよっていうアピール、最後させてください。はい、以上です。はい、ありがとうございます。学生の皆様、大変申し訳ございません。すべての質問にお答えしきれなかったので、またどこかの解説明、イベントだったりとか、各社様のインターンシップ選考など、ぜひ受けていただければと思います。それでは、最後にですね、各社様からメッセージいただければと思うんですけれども、すみません、時間短くなってしまったので、1分程度でお願いできればと思っております。では、会社説明と同様にですね、KDDI の小島様の方からお願いできればと思います。はい、ありがとうございます。私、就活直近やったので、せっかくなので皆さんに簡単にアドバイスなんですけど、最後、どんな理由で、入社する企業を決めてもいいと思うんですけど、まあ、それが職種、この職種ができる方からとか、こういう働き方がしたいからこの会社を選びましたっていうのは、何でもいいんですけど、絶対、会社を決める要素として人は見た方がいいかなって思います。やっぱどういう社員がいるのか、どういう社風でみんな働いてるのかっていうのは、絶対確認してほしいなっていうのがあって、なんでかっていうと、自分が好きな仕事ができるかとか、やりたい職種ができるかって思って入った企業で、なんかこの人そり合わないとか、なんか社風合わんかったっていうふうになって、なると、やっぱり好きだった仕事も嫌いになっちゃうんですよね。なので、自分がこの会社に入ってどういう人と仕事をするだろうっていうのは、絶対入社する前に要素として見た方がいいと思うんで、そこだけは、ぜひ、就職活動するとき注意してもらえればと思います。簡単でしたが、本日お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。以上です。ありがとうございます。では続きまして、秋田さんからお願いします。はい。画面一瞬だけいいですか？あ、大丈夫です。すいません。インターンシップの宣伝だけさせてください。26年、新卒向けのサマーインターンプログラム、今年も開催します。で、内容としては、実際のコンサルティングプロジェクトを疑似プロジェクトとしてやります。で、その中にはですね、私も参加したことありますけども、現場のコンサルタントが実際に入って、一緒にこう、考えたり、アドバイスしたり。で、最後はパートナー、当社の執行役員の報告みたいなのもあるので、すごく、刺激的な、まあ、体験ができるんじゃないかというふうに思います。はい。で、詳細は、こちらのフォームの方ありますので、興味持った方はぜひ、応募していただければと思います。もし、現場で会えたら、一緒にお話できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい。私からは以上です。はい、ありがとうございます。では最後に寒川さんの方からお願いします。はい。ユニリバーはですね、今、プレエントリー受け付けていまして、先ほども言ったように、通年採用なので、ぜひですね、少しでも興味持っていただいた方は、ホームページから、エントリーしていただければと思います。エントリーが開始するときにはですね、通知なんかも届きますので、ぜひ、まずは、登録をしていただけ、少しでも興味があれば、登録していただけると嬉しいなというふうに思ってます。
これから皆さん就職活動を本格化してくると思うんですけれども、ぜひ充実したものになればと思いますので、応援させていただいております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。本日ですね、答えきれなかった質問もございますので、KDDI さんだったりとかは、採用のポータルサイトをですね、チャット欄にお送りしておりますし、デロイトさん、ユニリーバさんの URL もですね、チャット欄にお送りをしておりますので、そちらからぜひぜひ登録、そしてインターンシップのエントリーなどよろしくお願いいたします。本日ですね、この後もですね、まだまだ見極めライブ YouTube 続いていきますので、学生の皆さんは楽しんでいただければというふうに思っております。それでは改めまして、本日ご登壇いただきました、小島さん、秋田さん、寒川さん、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございあました。ありがとうりございまがしとうごた。ざいました。失礼し学生ます。の皆さん、それでおはまたお会いしましょう。バイバイ。見極め就活で検索。